東日本大震災から明日で13年です。20メートルを超える津波が襲った宮城県気仙沼市では、犠牲者へ黙祷が捧げられました。黙祷。気仙沼市では津波が押し寄せるなどして震災関連死を含めておよそ1200人が亡くなり、今も200人以上が行方不明のままとなっています。小泉海岸では毎年地元のサーフィンクラブが中心となって追悼式が行われていて、およそ60人が集まり震災の犠牲者を悼みました。1年に1回ぐらいはあの時思い出してもらってっていうような時間があってもいいんじゃないかなって自分は思うので、みんなでこう震災を考えていくっていうような時間を作るためにやっています。追悼式の前には海岸の清掃活動が行われました。追悼式は来年以降も引き続き行われる予定です。能登地震で大きな被害を受けた酒蔵に支援の手を差し伸べたのは、13年前同じ経験をした宮城の酒蔵です。宮城県も震災で被害を受け、どうやってこう立ち直ってきたかっていうところも何か少しでもお役に立てればなと思って。いただきます。東日本大震災から13年、能登とつながる。3月11日月曜午後1時50分、